どうも、おやっとさーです。入江健です。今回は都城の人気店家系ラーメン沢井さんをご紹介します。横須賀の名店で修行された妥協を許さない頑固親父の店主さんが仕上げる極上のうまい一杯をいただいてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎のラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録お願いします。それでは最後までお楽しみください。この動画の提供はプロテイン週間始めてみませんか？溶けやすい、美味しい、続けやすい、本格的素材にこだわった3種類のソイプロテインのピュアパートナーの提供でお送りします。入江健ラーメンズクラブおよびこのチャンネルはご覧の各店舗様のご協力によりお送りいたします。いつもご協力ありがとうございます。公式クラブ会員募集中です。協賛店に行けばトッピングやライスが無料など、何かしらいいことがありますよ。気になる方は公式 LINE にてお問い合わせください。はい、どうも、おやっとさです。いつもありがとうございます。私は今都城かな、宝部が分かんないところですけど、地名が全然ね書いてないので分かんないです、県道108号線ですね。あ、宝部でしたね、書いてますね、宝部ってね。県道108号線宝部小内薬線、漢字読めないですを都城方面に向かっております。私が今向かっているお店は、都城市の人気店、家系横浜家系ラーメン沢井さんって読み方でいいのかな、沢井さんだと思います、はい、に向かっています。こちらのお店ね、撮影許可いただいてなくて突撃になります。で、どんな感じかなと思って Google 見てみると、まあ、家系ですね。で、家系の中でもいろんな家系があったりして、そしてつけ麺もあったりするお店ですね。はい、いろいろ調べていくと、あの YouTube にもご出演されてる、動画も 見まして、なのでね、撮影許可いただけるんじゃないかなと思いつつ行ってます。いや、っていうかですね、久しぶりの家系ですよね。家系、そうだね、都城の龍馬屋さん以来かな、ですよね。ちょっとね、家系食べたくなってきました。はい、今日はね、チャーシュー麺食べたいな、チャーシュー麺と、ご飯とね、一緒に家系がっつり食べていきたいと思います。さあ、どんなラーメンであるかね、楽しみにしながら気をつけて行ってきます。さあ、大根田交差点右に曲がっていきます。ここからね、沢井さんまでが、6分、距離感的に2キロぐらいですね。このまま走っていきます。さあ、都城シビタ、シビタのね、町の中に入ってきまして、こう、右手側に今ねちょっと見えるのがですね、赤いの、あの上りがあるところが先月撮影させていただいた屋台骨都城分店さんですね。はい、ぜひ食べに来てください。で、あれですね、 YouTube ライブ配信でもお話ししましたけども、今屋台骨さんでね、10月に入って4週間、ファミリーマートさんでね、レンジアップラーメンの方も発売してますので、こちらの方もぜひ、ね、お買い求めください。この屋台骨さんから3分、距離的に1キロぐらい先に行ったところに沢井さんがあります。なので、ね、このまま、しばらくまた走っていきます。さあ、岩脇橋北交差点を直進していって、あと100メートル先を右ですね、ここを曲がっていくのかな。あ、ここありましたね、看板が。こう行くと、あ、ここありました、お店。左側です。あ、今業者さんもね入ってましたね。さあ、
撮影許可の確認ね、行ってきます。カメラをね、回し忘れてたんですけど撮影 OK でした。もうね、もうここ駐車場なんですけど、めちゃくちゃいい匂いします。もうすでに開店1時間ぐらい前なんですけどね。じゃあまた後で戻ってきてね、開店と同時に撮影させていただきます。JR 日豊本線西都城駅から徒歩10分くらいのとこにあります都城市牟田町家系ラーメンさらいさんにお邪魔します。さあ、11時になりましたので、ね、入っていきましょう。よろしくお願いします。さらいさん、発見制ですがメニューをとりあえず見ていきましょう。定番の家系ラーメンにつけ麺などサイドメニューもあります。そしてトッピングメニューやハーフラーメンもあります。さあ、食券を買っていきましょう。食券がこんな感じで配列してます。今回この中からチャーシュー麺に味付き半熟卵ライスの小をプッシュしました。まあ濃さと油は普通で、麺はちょっと固めでお願いします。で、こってり度は普通でお願いします。そうですね。ニンニク、生姜、豆板醤はセルフサービスで取り行くシステムです。今回は豆板醤とおろしにんにくをチョイスしました。家系ラーメンはタグ上も気になりますのでチェックしていきましょう。紅生姜、そして胡椒、高菜もありましたね。そしてお酢もあります。ごまもありますね。しばらく待っていると、はい、まずはラーメンの方から着丼、追っかけるようにチャーシュー付きのライスが到着です。さあ、いただきますということで、まずはスープから。うわ、このスープめちゃくちゃうまい。濃厚でしっかりと旨味の効いた動物系のスープにパンチとキレのある醤油の返しとまろやかな鶏油の旨味が印象的。スープのベースは豚骨、呼び戻し製法で仕上げる濃厚な豚骨スープ。そこに関東系の醤油ベースの秘伝の返しと鶏油を配合。醤油はそこまで塩辛くなく、若干の尖り感も残しつつコクのある返し。店主の奥様役頑固親父のこだわりスープですとのこと。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は横須賀の増田製麺製の太麺ストレート。この麺うまい。スクエア形状で表面はつるっとした麺、ねじり返り長さが短めの麺。しっかりとしたコシとシャキッとした食感に噛めばもちもちしてくる麺。麺とスープとの相性が良く、麺がしっかりスープを絡めて口まで運ぶと、麺のシャキッとしたもちもち食感とともに麺自体のうまみと濃厚豚骨醤油のスープが口の中で広がります。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープを捨てぎ、この沢井さんの豚骨醤油スープめちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認したとは、チャーシュー、このチャーシューめちゃうまで思わずご飯をかっこみます。肉質と脂身のバランスのいいバラチャーシューは脂身部分のトロトロした食感とともに肉質分はホロホロとろけていく。
ライスとの相性が抜群。もう一丁チャーシューをワンバンさせてライスをかっこんでいきます。そんなうまいチャーシューと麺を箸で一緒にキャッチして口の中に放り込みます。これ超うま。チャーシューのトロトロと、そして砕けていく肉感と麺のシャキッと食感、それが相まみ合ってライスとの相性また抜群。さあ次は卓上でいろいろ楽しんでいきましょう。豆板醤をライスに3つ入れていきましょうか。そこにおろしニンニクも入れていきましょう。さあ卓上の胡椒もぶっかけていき、スープにしっかり浸したこちらの海苔をライスでくるんでくらっていけば、これ超うま。豆板醤、ライス、胡椒のジャンク感と海苔との相性抜群。次はほうれん草を一緒に海苔とライスくらっていくと、これもうまい。次はチャーシューをライスに乗っけ、ほうれん草とともにライスをくらっていきます。これもまた最高にうまい。ほうれん草が本当にしっかりとした食感のあるほうれん草で食べ応えがあります。てなわけで中盤から終盤にかかっても家系ラーメン沢井さんのこのうまい一杯にあまりガンガン食らっていき、ライスそしてラーメンとの無限ループにはまり、ライスもしっかりかっこんでいき、ライスは完食です。さあラーメンの方も終盤にかかってさらにスパークして食らっていきます。この麺もめちゃくちゃうまくて、最後の最後まで飽きさせず、スープとの絡みもよく、ガンガンかっくらっていき、惜しむかのように最後の麺をくらっていけば、最後はスープにしっかり浸したこちらの味玉を一口でパクリといただけば、半熟具合がちょうどよく、スープとの相性が抜群。てなわけでスープを飲み干していきましょう。そんな横浜家系ラーメン沢井さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。宮崎と鹿児島のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。今回も美味しく会員完食です。ごちそうさまでした。店主の奥様にお話をお伺いしたところ、宮崎県内にまだ家系の認知度が低く、夜系ラーメンって何って言われていましたとのこと。本場横浜家系の味を再現しつつ、宮崎県民の口に合う一杯を作るのに試行錯誤して仕上げ、現在に至るとのことでした。わっぜうまかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。おいしかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでですね、都城の、家系ラーメンですね、家系ラーメン沢井さんにお邪魔してきまして、チャーシュー麺と、ライスいただきましたけど、めっちゃくちゃうまかったです。いや沢井さんのね、家系マジうまいです。本場、僕ぶっちゃけて言うと本場横浜の方で家系ラーメン食べたことはないんですけども、本当にね、今まで食べたことないような醤油のすげえパンチの効いた、家系ラーメンでした。濃厚なね、スープにそこに、まあ、先ほども言いましたけど関東系のね、本当にパンチとキレのある醤油だけど、そこまでね、こう辛すぎず塩辛くなく、ちょうどいい感じですね。スープとの折り合いがあって美味しいスープでした。合わせた麺もすごくシャキッとしたコシのある食感の、もちもち食感ですねの麺で、スープとの相性が良くて、すごく良くて、で麺がねすごく短めでね、ご飯とも食べやすい感じでした。そしてチャーシューもお店の方、奥さんにも話が出てましたけども、まあ、大体家系っていうのは大判のね、ロース肩チャーシュー、肩ロースのねチャーシューなんですけども、まあ、宮崎の人に合わせてバラチャーシューにしたって言われてるんですけど、このチャーシューもですね、ほんとこうトロッとした食感で柔らかい美味しいチャーシューでした。本当全体的にね、ご飯とこの家系ラーメンのラーメンねの相性がすごく良くて、本当にこの無限ループにはまってくる感じがね分かります。はい、ということで、都城の方に来られた際、ぜひともこちらね、家系ラーメン沢井さんの方にね食べに来ていただければなと思います。それではまたね。